ときめきメモリアルガールズサイド2、まさき先輩一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は最後のお正月を迎えたところですね。いやー、今日はね、最後か、もう。そうよね。そうですね。じゃあ、早速ね、最後のデートで、スケートのときめき会をね、まだ聞いてないんで、最後にね、そちらを聞きに行っていきたいと思います。まさき先輩、まだ来てないみたい。あ、はーい、彼女、どうしたの？すっぽかされたんでしょう。あなたのこと待ってたのよ。違います。いいのいいの、強がらなくて。ほら、あっちでお茶しよ。あの、本当に困るんです。おい、そこの兄ちゃん。あ、まさき先輩。ああ、なんだてめえは。いいことを教えてやろう。今日は特別だぞ。おう、どうした？遅れてごめんな。俺にはな、ヤバいもんが見える特殊な能力があるんだ。なんか正統派なあの追っ払い方するかと思いきや、こういう感じなのね。ん？そのまま手握ってろ。は？ずっと見てたんだけどな、さっきからあんたの後ろに黒い影があって。ん？危ねえから俺の後ろにいろな。だんだん伸びてきてるんだよ。そいつが完全に伸びきったとき、お前の体は。ん？もう来られるかな。手待ち、すぐだから。いやー、そのスロー話は苦手なんだよ。はあ、バカだなあいつ。人間誰しも太陽を浴びりゃハゲくらいできんのな。すみません、まさき先輩。どういたしまして。遅れて悪かった。次から気をつけろ。まして、さて、気を取り直していくか。まさき先輩が来てくれてよかった。そんなに混んでなきゃいいんだけどな。ん？冷たい。やったなぁ。触り返すぞ、こら。はぁ、疲れた。じゃあ、これでときめき会話ですね。年じゃないですか。あの、まさき先輩？三つの差。え？大したことねえじゃんって時と、やっぱでけえなって時と、波があるんだよな。今まで気にしたことなかったから、対応に困るんだよ、正直。たかだか三つ、されど三つ。まさき先輩、一体何の話を？こういう時の受け答えもわかんねえんだよな。星のせいなんかな。どうしちゃったんだろう、変なまさき先輩。なんで何のことかはわからないんだろう。ああ、お前のおかげで笑い疲れた。顔が痛えけど、こういう疲れは大歓迎だ。近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。はい、楽しみにしてます。お、いい返事。二重丸。おう、どうした？もうちょい一緒にいるか。お前、時間まだ平気か？大丈夫なら送っていくぞ。はい、お願いします。じゃあ、今日はちょっと遠回りして帰るか。ん？心臓に悪いから突然はやめろって。はい。うん、やっぱいいわ。似合うぞ、そういうの。ああ。なあ。
おいおい、何ですか？いたずらしない。信号待ちまでいい子にしてろな。ああ、おい、あのですね、非常に気が散るんですが、まぶた上と下がくっつくぞ。おはようさん。かわいいな、お前は。もうちょいお前を独占させてくれ。いいぞ、寝てても。ただ安心はしすぎるなよ。お好きのだけどうぞ、お姫様。俺のほっぺ触って楽しいか？俺は楽しいぞ。お前つつくの。まあ、いっか。好きにしろ。お前が乗った後は香りが残るんだ。不思議と。お前それ、破壊力ありすぎ。そういうことは、車から降りたらな。なんだ。なあ、おい。運転してる俺を見るの好きか？これは聞いてないやつだな。一回もこれで最後か。最後は素直に言っとくか。はい、そいつは光栄。サンキューな。すみません、わざわざ家まで送ってもらって。ん？心の準備万端でも心臓に悪いわ、やっぱ。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。まさき先輩に送ってもらっちゃった。あとはもう告白を、あ、そっか、バレンタインデーがあった。思い出してしまった。そうだった。そういえばもうすぐまさき先輩の誕生日だ。プレゼントどうしよう。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。何を買おうかな。ちょっと色気はないですけど。プレゼントもちゃんと用意したし、頑張って渡すぞ。まさき先輩。お、ああ、しおり、どうした？誕生日おめでとうございます。覚えててくれたのか。はい。サンキュー。面と向かって言われると照れるな。それでこれプレゼントなんですけど。なんだよ、そんなの気にしなくてもよかったのに。いいんです、開けてみてくださいよ。おお、これ欲しかったんだよ。すっげードンピシャだ。大事にするよ。ありがとな。すごく喜んでもらえたみたい。嬉しい。最後、誕生日、日曜日だもんね。誕生日デートね、するには先生と先輩と誕生日デートをするには結構あれだね、前もって調整をしないとダメだわね。まあ今回はいいけど。はーい。あ、こんにちは。あれ、千代美が抜かしてる。
子だったのに。あ、小野田さん、どうしたの？突然お邪魔してごめんなさい。これを渡したくて。え、もしかしてプレゼント？はい、お誕生日ですから。ああ、嬉しい。プレゼント何くれたのかな。わあ、かわいい。買い物行くのにちょうどいいな。大切に使おっと。はーい。よっ。まさき先輩、どうしたんですか？どう？誕生日だろ。はい。覚えててくれたんですか？うん、まあな。それでこれ、プレゼント。いいんですか？嬉しい。中身見てがっかりしましたなんて言うなよ。じゃあまたな。まさき先輩からプレゼントもらっちゃった。何が入ってるんだろう。開けてみよう。プリザーブドフラワーのオルゴール。いいね。あ、かわいい、見てないけどかわいいね。お花のオルゴールだ。かわいい。大事にしよっと。なんか嬉しいね。意外と高いんじゃないかな、わかんないけど。今週はバッチリ頑張ったよね。あんまり綺麗になると先生授業がしづらいですよ。やった。11日にセーブすればいいか。一緒に帰ろう。うん、帰ろう。もうすぐバレンタインですね。そうだね、最後のお仕事だわ。そうだね。やっぱり小野田さんは手作りチョコをあげるの？ええ、そのためにいろいろ研究しているんです。そうなんだ。どこのカカオが一番多くポリフェノールを含んでいるのか今調べているところなんです。あ、これやっぱ年によって違うんじゃなくて何回目かで違うんだね。なんか女友達とこんななんか二人と仲良くしてること初めてだから、初めてだったのか、分かったのか。こだわりがあるんだね。そうか、もうすぐバレンタインなんだ。はあ、セーブしとこ。さて、帰ろうかな。あ、そういえば私、バレンタインデーが近いのにチョコレートを買ってなかった。よし、買いに行こう。いらっしゃいませ。さて、どうしようかな。いいや、チョコは買わずに帰ろう。あ、そうだ、手作りチョコどうしようかな。ヒュー君も手伝ってくれるって言ってたし。作るんだけどさ。頼むよ。本命の人には手作りを渡したいもんね。では張り切って参りましょう。
としてか、ゆうくんの気分なのかな。上手にできた。明日渡すのが楽しみだな。おはよう。おはよう、ゆうくん。今年もバレンタインが来たね。昨日のチョコレートしっかり持ってる？もちろん準備は OK だよ。あんなに丁寧に作ったんだから、お姉ちゃんの気持ちきっと伝わると思うな。そんなものかな。自信持って渡してこいよ。ああ、渡せなかったら食べてあげるよ。じゃあ行ってきます。うん、今日もビシッと頑張るぞ。張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。まさき先輩、受け取ってくれるかな。放課後渡しに行こうっと。今日はまさき先輩来てるかな。しおり、どうした？顔が赤いぞ。風か？いえ、あの、これチョコレート、まさき先輩に。え、いいのか？俺がもらっちまって。そっか。でも慌てて作ったんだろ。砂糖としを間違ったりしてねえか。え、どうして慌てて作ったってわかるんですか。ウサギさんとクマさんが同居した目を見りゃわかるって。まったく無理しやがって。でもマジで嬉しい。ありがとうな、しおり。まさき先輩すごく喜んでくれたみたい。嬉しいな。ああ、よかった、無事に。勉強すると先生が出てくるから、ちょっとなんか悪い気がするから、ね、やめようかな。今週はバッチリ頑張ったよね。アートですね。先生だってわかります。美術の先生も褒めてました。あ、これなんか初めて聞いた。やった。あ、来てるんでしょ、友達から。でもちょっと固まるといけないから。ブーかよ。さあ、今日はいよいよ受験日。私の進路は先輩と一緒の二流れ台に行くのよ。大学受験、どこの大学を受けるんだっけ。二流れ大学、ここは手堅く行かなきゃね。いよいよ試験、全力で頑張ろう。ついに来たか。グーになんないでよ。なったわ。高校生活も今日が最後。私も明日で卒業なんだ。最後に旅立つ皆さんに花向けの言葉を送ります。顔を上げ、胸を張って進みなさい。自分の回路を切り開くのです。穏やかな日もあれば、荒れた波地を進むこともあるでしょう。でも恐れてはいけない。一歩を踏み出す力はもう身についているはずです。本校で培ったことは君たちの人生の灯台となり、進むべき道を示してくれるでしょう。皆さん、いよいよ出航です。夢を抱き、漕ぎ出そう大海原へ。もうここに来て授業を受けることもないんだね。どうか楽しかったな、遠くでのおしゃべり。この下駄箱を使うのも今日で最後。振り返ってみると本当にあっという間。ありがとう、羽ヶ崎学園。
私ここに来てよかった。東大の伝説、再び出会えると信じた二人。信じたら私もあの人に出会える？あ、扉が開いてる。ひょっとして、うん、入ってみよう。あれ、あそこにかかってる絵は、かわいそうな人魚と若者のお話。じゃあこの灯台は、綺麗な夕日。やっぱりここだったか。まさき先輩、どうしたんですか？聞いてほしいことがあって探してた。お前を。私を？はあ、お前もとうとう今日で高校卒業か。でも出会った頃から比べても全然変わってねえよな。それどういう意味ですか？今みたくちょっとつつくとムキになってみたりするとことか。うかと思えば図星刺されて素直にしおれちゃうとことかさ。そんな恨みがましい目で見んなって。悪い意味で言ってんじゃねえから。なんつうのかな、構いたくなるんだよお前って。本当に妹みたいでさ、見守っててやりたいと思ってた。それなのに、いつからかな、お前が学校でどういう風に過ごしてるのかとか、バイト入ってない時はどうしてるのかが変に気になり始めて、俺の知らない場所での話を聞くたびに、最初は気にならなかった年の差がだんだん疎ましくなった。せめてあと1年遅く生まれてりゃお前と羽学で過ごせたのにってな。まさき先輩、そう思ったところでやっと気づいたんだ。もうお前はからかいがいがある可愛い妹、可愛い後輩ってだけじゃない。正直言うか言うまいか今日まで散々悩んだけど、決めた。お前がいてくれないと俺ダメみたいだ。しおり、俺はお前が好きだ。お前の気持ちを聞かせてほしい。私も一緒にいたいです。私も一緒にいたいです。マジで？はい。今までのお返しでからかってんじゃねえよな。その方が良かったですか？いいはずがねえだろ。絶対断られるって思ってたから、ちょっとびっくり。あのキスのこともお前は忘れたがってたみたいだし。え？やっぱりあれはキスだったんですか？なんだ、気づいてなかったのか。本当お前は鈍いな。俺なんかひょっとして運命かなんて思ってたのに。すみませんけど、運命だったのかもな。お前がアンネリーにバイトに来なけりゃ何も始まらなかった。出会えただけですげえよな。まさき先輩、
今まではアンネリー中心に俺とお前の世界は回ってたけど、これからは俺らが中心だ。年の差も先輩後輩も関係ない。まずは敬語をやめてみっか。はい。言ったそばからはいかよ。あ、まあ時間はあるしゆっくり行くか。そうだ、大事なこと言うの忘れてた。目閉じてみ。え、どうしてですか？いいから。はい。卒業おめでとう。これからもよろしくな。はい、ということで無事に正木先輩と告白エンド2を迎えることができました。いや、ちょっとなんかやっぱそう思ってたかなって思ったけどさ、ねえ、切ないって思ってうるっと来てたところにいや、これは私がいけないの？私がいけないのかなEVS のさ、使用リーが強すちょ、強めすぎてさ、なんかちょっと完全になんかちょっと邪魔されたんだけど、あれまあでもちょっとあれは忘れよういや、あの、実を言うと、あの芝くんのね、あの正木先輩とのイベントを見た時に、あの初めて正木先輩にしおりって呼ばれた時にすでに結構これ PS2 の呼び方はちょっと強めだぞって気づいてたんですけどちょ、いや、ちょっともう忘れよう。いやなんかでもさ、よかったね、本当よかったなんかね、そう、ただのね、妹みたいな風に思ってたのに、なんかだんだんさ、きっとさ、そう、まあ、まさき先輩も言ってたけどさ、なんかデイジーのことを考えてる時間が長くなってきて、が多分さ、なんか学校生活を、まあ、なんかこう思い出作っとけよみたいなのをさ、なんかたびたびね、先輩が言ってたのも、それも確かにね、きっと、まあ、まさき先輩はなんかこう、なんとなく過ごしちゃったみたいなことをね、言ってたので、高校生活を。なので、まあ、きっと後悔してるから、なんか多分デイジーにはね、充実した高校生活を送ってほしいっていう気持ちも、まあ、本当にね、多分本心としてあったはあったと思うんだけども、まあ、ただそうは言いつつも全く別の気持ちというか、まあ、どこかね、ちょっとこう切ないような、そんな気持ちもあったのかなってやっぱり思って、いやー、でもよかったね。ちょっと本当、あの EVS のことはちょっと本当に忘れたいだけどちょっと GS4 ではね、あのこういうことがないといいですけども若い頃に聞いた鈴木のなかった人魚と若者の悲しい物語、それは正木先輩が私を迎えに来てくれたことで素敵な物語になった。卒業後、私は正木先輩の通う二流れ大学に進学。正木先輩は無事4年生に。卒業後の進路は問題ないらしく、結構のんびりしてる。最近は学内のカフェで一番人気のカフェ飯にはまり、ものすごく通い詰めてレシピをゲット。そこから改良してオリジナルメニューを作っちゃったみたい。食べたいなーって言ったら、食わせてやるからうちに来いって、ちょっと照れたような返事が返ってきた。正木先輩の部屋、発想網は楽しいランチになりそう。私はデザートでも作ろうかな。
同じ大学に通い、時間を共有することで、二人の絆はもっと強くなったような気がする。手をつないで笑い合い、ずっと一緒に歩いていく。それが伝説の二人が示してくれた、約束された未来なのだから。デザートはデイジーでしょうね。いやー、お部屋デートもしたかったなー。したかったけど、まあちょっといいわ、なんか、よかった。お部屋にお呼ばれされたみたいでよかったです。いや、ということでですね、早いもので、この GS 実況もですね、イチズルとメインキャラクターね、全員無事に終えることができました。ということで、次回からは、PS2 だとね、隠しキャラは、1人なんですけれども、DS の、ね、隠しキャラ2名を含めた3名の、ね、隠しキャラの攻略、次回からやっていきたいなと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。何一つ立てあったというわけじゃないけれど、運命みたいなものを感じたことはあったよね。曇った窓ガラスの外はもう冬が、そしていつの間にか春が訪れる。巡り会えてよかった、こんなにも愛してるから、あなたといればいつだって驚くくらいに優しくなれるような自分がいる。友達だったから、ある程度力も抜けたし、認めることもできたよね。夏には海を思い、秋は空眺め、抱いたから巡り会えてよかった、こんなにも愛してるから、ありふれた偶然がいつかかけがえない瞬間。